すまない。つかぬことを聞くが、妖魔を見たことはあるか？ああ、申し訳ない。ここの人じゃなければ戸惑うかもしれないな。僕は趙雲、リーユへの奉仕だ。妖魔とは、僕ら奉仕一門が邪推に対して使う総称だ。妖魔は古き時代から存在し、リーユへの至るところに潜んでは気を伺っている。僕の仕事は、そういった輩を払ったり退治したりし、横島な者から民を守ることなんだ。え、どこが似ているんだ？おお、そう言われると、確かにそうだな。ああ、すまない。少し話が逸れてしまったな。お前のその反応だと、やはり妖魔のことはしっくり来ないか。いや、気にするな。では最近、周りで変なことは起きなかったか？些細なことでも構わない。妖魔を追う手がかりになるかもしれない。そうか。いや、大丈夫だ。よくあることだから。ならば、今ある手がかりにかけるしかないか。今はどの手がかりも、妖魔との関係性が不確かで、重要な情報がどれかはわからないが、もしお前も気になるのであれば、その中からいくつか目に留まったものを教えよう。近日開催、無謀の丘で肝試し大会。仲のいい方と共に、その度胸をお試しあれ。最近、夜になると窓の外から足音や叫び声が聞こえてくるんです。子供が怖がって眠れずにいます。桐原に巨大な黒い影が出現。飛行に回転、さらには火を吹き、怪しいイオンまで。これらが今、僕の気になっている手がかりだ。しかし、肝試し大会が開催されるような地ならば、そこには何かしらの怪異が関わっているのではないか？この肝試しは、奉仕としての試金石になるに違いない。きっと妖魔退治に必要な力と意志を試すものになるはずだ。それとも、僕の解読が間違っているとでも？つまりお前は、これら手がかりは、妖魔とどれも関係ないというのか？ああ、すまない。少しだけ落ち着く時間をくれ。心配ない。僕は幼い頃からこんな体質なんだ。いや、ただ、つい感情的になってしまい、そのせいでよく調子を崩してしまうんだ。このように熱しやすい体質のことを、世間では順応の体という。ああ、この体質を持つ者は、千年に一人と言われていてな。奉仕にとってはとても強力な武器で、この体質だけで、妖魔を追い払うことだってできるんだ。その代わり、常に感情の起伏に注意しなければならない。でないと、つい過剰な振る舞いをしてしまう。さっきの手がかりは、数ある情報の中から選別したものなのに、そのどれもが妖魔と関係ないなんて。ダメだ。気分が、胸が熱くなってきた。息苦しい。大丈夫だ。念のためアイスを用意している。はぁ、生き返った。実は味はないんだ。味があるとたくさん食べられないからな。心配してくれてありがとう。僕はもう平気だ。けど、手がかりが全て無駄になってしまった。さて、あ、僕も視線を感じていた。お前も気づいたということは、やはり僕らを見ていたんだな。見るだけで何もしてこないのは、何か話したいことがあるからだろうか。可能性はあるが、ひとまず話を聞いてみよう。何ですか？ごめんなさい。すぐにどこか行きますから。大丈夫。そう怖がらないでくれ。別に文句を言いに来たわけじゃない。ずっとここに立っていたから、何か困ったことでもあったのかと思ったんだ。
困ったことではありません。ただお兄さんの食べてたものがとても美味しそうだったから。僕の妹は食いしん坊で、美味しいお菓子があるとすごく喜ぶんです。兄として妹を喜ばせたいんですけど、貧乏だし、お母さんからは節約するよう言われているから、お菓子を買ってあげることもできなくて。僕のアイスが欲しいのか？でもこれは別に美味しいものではないぞ。大丈夫です、妹は食べたことのないものなら何でも喜びますから。僕も食べたことないですけど。そうか、それは参ったな。実はあと2本しか残ってないんだ。アイスは僕にとっても非常に大切なものだ。これから妖魔と戦うならなおさらのこと。このアイスがないと体質が暴走してしまうかもしれない。そうだな、アイスがなくてもなんとかなるだろう。はい、2本しか残ってないが全部あげよう。妹と分けて食べるんだぞ。本当にいいんですか？お兄さん、ありがとうございます。きっと妹も喜ぶはずです。あの子が喜ぶ姿なんて久しぶりに見るな。うわ、もう溶け始めた。ごめんなさい、早くチコガンに帰らないと。陽気を抑えるためのもので、子供があんなに喜ぶとはな。はあ、アイスがないとなると不安だな。普段アイスは万民堂に注文して作ってもらっているんだ。材料はそう凝ったものではないが、万民堂は人気だからな。この時間だとウー師匠は手が離せないと思う。だが亡くなった以上はウー師匠に頼むしかないか。ん？心配ない、大丈夫だ。大丈夫だ、長年この体質と付き合ってきたんだ、もう慣れている。だがそこまで言われるとこれ以上断るのも悪いな。万民堂に行こう、僕についてきてくれ。困ったな、ウー師匠は店にいないみたいだ。シャンリンもいないか。仕方ない、待つしかないか。だが妖魔の剣を放っておくわけにも。まさか料理ができるのか？では頼んでもいいだろうか。助かる。水が必要なのは知っているが、それ以外にも陽気を抑えるのに何か特殊な材料を使っているかもしれない。例えば植物や果実、何かの薬剤とか。この辺の知識はあったりしないか？なんだか危なそうだが。いや、毒を持って毒を制すとも言うしな。とりあえずお前の判断に任せよう。アイスに必要な材料は手に入ったか？もうできたのか？この色食べて大丈夫なのか？とりあえず試してみるか。本当に食べられるんだよな？辛い、喉が焼ける。これは絶対に違